こんにちは。ナチュラルブランディング、ブランディングプランナーの菊池育子です。本日はナチュラルブランディング実践カレッジ、ウェブブランディングプロコースをご卒業された宇野康子さんにお話を伺っていきます。康子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、康子さんの現在のサービスと自己紹介をお願いします。はい。ライフブライトコンシェルジュとして活動しております宇野康子と申します。今は30代から、50代に向けて、女性が、誰かの物差しにとらわれず心豊かに生きていけるように人としての美しい生き方についてエッセンスをプログラムの中でお伝えしております。ありがとうございます。康子さんは実践カレッジに受講する前どんなことで悩んでいらっしゃいましたか？はい、私のサービス、お伝えしたいことが、明確ではあったんですけれども、形にならないもの見えない部分だったりしたので、どのように形にしていったらいいのかさまよっていたというか、お伝えはしていたんですけれども形にするというのにすごく迷っていた時期でした。ありがとうございます。はい、康子さんのサービスは康子さん自身の経験から生まれたものであったりとか、あと心の面も扱う分、こう目に見えないところをどう形にして伝えていくかっていうところですごく悩んでいらっしゃったと思うんですけれども、今までもビジネスのことを学んでいたりしたんですか？そうですね、自分でビジネスをやっていこうとした時にはハウトゥーというか学ぶ機会はいくつかあったんですけれども、なかなかそこに自分のサービスを当てはめていくというか作っていくっていうところまではいかなかったのが現状で、はい、型にはめるというようなこともしたくなかったっていう自分のでもあるんですけれども、なかなかそこに結びつかない状態ではありました。ありがとうございます。思いはすごくたくさんあるけれども、はい、こう伝わりきれないもどかしさみたいなのがあったんですね。はい、もどかしかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、そんな中で、ナチュラルブランディングの実践カレッジの受講の決め手は何でしたか？はい、ナチュラルブランディングを知ったのは、広告からだったんですけれども、そこから、ステップの動画を見させていただいたり、メールを見させていただいたりする中で、本質的なことをきっちりお伝えになっている、論理的な部分もあるんですけれども、それがすごく自然と自分の中にスッと入ってくる感じが心地よくて、実際に事例で卒業された方とか、ナチュラルブランディングで関わってる方たちがきちんと実践されているのが体感できたので、ここできっちり自分もやっていこうっていうふうに覚悟を決めました。ありがとうございます。実際に受講してみていかがでしたか？そうですね、もちろん学んできたこともあったので知っているなという部分もあったかもしれないんですけれども、やっぱり自分をフラットにゼロの位置に戻して、知らないという前提のマインドで一つ一つ学ばせていただいたことがある意味すごく新鮮で、とても分かりやすくナチュラルに入ってくるのがすごくやりやすかったです。ありがとうございます。ね、講座の内容自体は動画で繰り返し何度でも学べるスタイルになっていったかと思うんですけれども、はい、なんか康子さんは今でもそのクロージングをする前に実際に動画を見てでクロージングに臨んだりされていると思うんですが、はい、その講座の内容の中でも特に康子さんが印象に残っているところはどんなところですか？そうですね、仕組み化の部分でも動画で見ること何度も見ることによって落とし込んでいくことができますし、その今クロージングの部分を実践している最中なので、必ず毎回クロージングする前にはリピートしてみるということで自分の気持ちをリセットできるというか、学び直すっていうことを動画プログラムなのですごく活用させていただいているのが役に立つというか、実践講座している間も一回見ただけではわからない部分っていうところを繰り返し見ることができるっていうことは自分の中へ落とし込むスピードも自分で調整できるし早いなと思いました。
ありがとうございます。はい。実践カレッジでは、アウトプットとインプットを高速回転して繰り返すっていうスタイルでしたが、そのやり方はいかがでしたか？そうですね、あの動画をいただいて学んだ後に自分だけで消化するのではなくて、全体のアウトプットの時間とグループのアウトプットの時間っていうのがあったので、あのすごくアウトプットの大事さを実感できましたし、あの高速といえどもちゃんと地に足ついたインプットとアウトプットができる感覚があったので、あの心地よくさせていただきました。ありがとうございます。そのカレッジの講座 の、 あの内容でも後半部分は安子さんがこう受講前から悩まれていた実際にサービスを形にしていくっていうフェーズになってきて、でお客様に届けるためのセールスレターっていうところを書いていく作業になると思うんですけれども、はい、あの私がすごく印象的だったのが安子さんがそのセールスレターを書く過程でもう涙されていたっていうところだったんですけれどもそのあたりいかがでしたか？そうですね、自分の棚卸しというのは幾度となく今までも自分のプログラムの中でもあるので、自分自身もやってきてはいたんですけれども、やっぱり届けたい思いを形にする上ではやっぱり言葉にするってすごくエネルギーがいるし大変なことだなと思いつつも、あの伴走してくださっていたので、あの自分の中でちゃんとやりたい、やろうって決めたことで進めていけたなっていうのもあるんですけども、やっぱり自分の人生自分で作っている中で、あのその時の感情を思い起こすっていうことがより思いを今あの届け、言葉としても文章としても届けてる中ではすごくもう涙したり、あの葛藤した自分と向き合うっていうことがあの大事だなっていうことを改めて感じたので、あの自分のプログラムにも今後の自分の人生にも生かしていける過程だったなって思ってます。ありがとうございます、ね、なんか私も伴走させていただいていて、この過程の中で安子さん自身の覚悟がよりあの決まっていって、今までよりもさらにこう自然体で進まれていったなっていうところがすごく印象的でした。ありがとうございます、はいはい、心強かったのでとてもよかったです。あの5ヶ月間のカレッジの受講期間中で特に印象に残っていることは何ですか？そうですね、あのなんだろう、皆さんが真摯にあの丁寧に関わってくださっていて、あの担当のプランナーのみこさんだけでなく、もちろんあやさんもそうですし、あの関わってる方たちがすごく丁寧だなっていうことを、ニュートラルにそれぞれを見てくださっているのがすごくやりやすい、あの項目一つ一つの項目すべてにおいてその印象がすごく強かったです。ありがとうございます。ゆすこさんが受講期間中、ちょうど息子さんが海外留学からもう一時帰国されていて、でまたこう出国するっていうタイミングで、ゆすこさんはこうカレッジの受講も覚悟を決めて受講くださったと思うんですけれども、はい、それにもかかわらず今は息子さんとの時間を大切にするっていう選択を取られたと思うんですけれども、はい、あの覚悟を決めて受講したにもかかわらずその選択って勇気がいったことなんだったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがでしたか？はい、そうですね、私自身がそのビジネスをやっていくことだけに集中していて、あの家族を手放すとか、あの家族の面倒見ないっていうことの選択は私の中にはなくて、やはり自分が一番大事にしたいものを大事にすることがより自分のビジネスに影響があるっていうことが分かっていたので、あのまあコロナのことがあったので、よりあの子どものまた海外に戻るというところのにあの寄り添わなきゃいけないこともよく自分の中であのしっかり覚悟、そちらも覚悟を決めたっていうこともあるんですけども、ナチュラルブランディングを全然やらなかったわけではなくて、あの動画プログラムという形を取ってくださっていたので、あのそこはスムーズに何でしょうね、自分の空いた時間をあのそちらでっていうバランスをすごく取りやすい形で参加させていただいてたなと思うので、どちらの覚悟も、うん、あの丁寧に取り組めたなと思います、うん、ありがとうございます。
やすこさんは、ナチュラルブランディングの実践カレッジ受講が終わってから、あのキービジュアルとかランディングページを制作する制作コースに進まれたかと思うんですけれども、はい、それで今あのちょうどリリースしたタイミングなんですよね。そうです、そうです、はい、その後の変化はいかがですか？そうですね、イメージしていたものが見える化きっちりさせていただいてきたっていうことで、その制作過程の中で落とし込んだものを実際にお客様が来てくださって相談会とかを実践してきているので、その中で伝わり方がすごく制作コースをさせていただいて深くなったからこそ伝わってるなっていう感覚もあるし、自分に自信が持ててるっていうところはすごく感じています、ありがとうございます、ね、ちょうど今お申し込みもどんどん入ってきてっていうタイミングで楽しみですね。楽しみです、はい、はい、ナチュラルブランディング主催の村本彩の印象はどんな印象ですか？最初見させていただいた動画で、やはり論理的で仕組みの話とかもあったんですけども、すごく分かりやすく、私とても苦手な部分だったんですけども、すごく分かりやすかった印象があって、ピンとしてらっしゃるけど優しさもあるっていうのを最初の印象なんですけど、だんだんご一緒する時間が増える中で、あやさん自身も変化されてきた時期と重なったなっていう感覚もありますし、リアルにお会いした時はすごくチャーミングで愛らしい、本当に自然体で、言ってらっしゃるのを体感できたので、すごく愛らしくキュートな方でバランスの取れた方だなって思います。ありがとうございます、はいはい、では5ヶ月間伴走させていただいた私菊池の印象はどんな印象でしょうか？はい、最初の説明会の時から伊子さんには担当していただいていて、穏やかでお優しいし可愛らしいんですけど、すごく芯があるし、すごく見守ってくださりつつ伴走をしてくださる安心感、すごく心強く印象をどん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 深く関わらせていただいたなと思ってます。はい、ありがとうございます。ナチュラルブランディングや他の受講生の雰囲気や印象はどんな感じですか？そうですね、皆さんビジネスを立ち上げて前に進んでらっしゃる中でも、楽しく自分のやっぱり好きなことを自然体でっていうことが皆さん共通してあるので、穏やかですし、なんだろう、ヒーヒーしてないっていうか、楽しんでビジネスを自分の形にしてらっしゃる方が多いので、私も楽しく関わらせていただいてます、ありがとうございます。いろいろお話伺ってきましたが、もしやすこさんがナチュラルブランディングの実践カレッジを受講していなかったらどうなっていたと思いますか？はいはい、前とは何も変わらず、コツコツはやっていたと思うんですけれども、もどかしさ、形にできないもどかしさとか伝わらないもどかしさとか、今まで私のことや私のサービスプログラムを知らなかった方にお届けできない状態がずっと続いてしまっていたと思うので、今こうして全然触れたことがない方にも届いて、初めましての方とか久しぶりの方とか、もともとご縁のある方とか、幅広く伝えられる形になったっていうことが本当にありがたいので、受講していなかったら何も変わらずもどかしいまま過ごしてしまっていたんだろうなと思います。ありがとうございます、最後に、ナチュラルブランディング実践カレッジをどんな方におすすめしたいですか？
そうですね、あの年齢関係なく、やはり自分のやりたい、伝えたいことを見つけたい方はもちろん、もともとそのもう伝えたいものが決まっていらっしゃる方も、やはりきっちりあの伴走してくださったり、あのお伝えくださって学べることがたくさんあるので、あの思い切って飛び込んで行動していただきたいなと思います。そうすることで、あの次に何をしなしたいのか、していくのがベストかっていうことをあの導いてもらえるし、自分で見つけていけるプログラムなので、安心してあの取り組んでいっていただけたらいいなってすごく思っているので、おすすめしたいです。ありがとうございます。安子さん、本日は貴重なお話を伺わせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。